こんにちは。心霊第7世代のシークエンサイトコです。よろしくお願いします。ということで、今日は、もう僕の大先輩、スペシャルゲストに来ていただきました、ジャンボクマさんです。よろしくお願いします。地獄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 
テレビ出てるとか第7世代の誰々って分かるけど、いやそんなことない、見てるやつ誰やこれと。トップ営業マンじゃないですか。営業マン言うたやん、いじってるやん。いじってないということで、改めまして、はい、ハギちゃんさんです、よろしくお願いします。すいません、どうもハギちゃんでございます。お願いいたします、はい、ハギちゃんさんは何期ですか？東京で言ったら14期かな。大阪の31期で。ネルソンズさんとか、そうそう、大宅さんとか、そうそう、イグジットさんと、そうそう、山添とか、イグジットリンタロウとか。ああ、ね、同期なんですね。そう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 。あの、めちゃくちゃ大先輩ですね。あれ何年やったっけ？僕20なんで6年目です。あ、大先輩や、めちゃくちゃ。大先輩ですよ、ほんと。よう、大先輩の家のベッドであぐらかいてんな。すいません、本当に。本当に申し訳ないです。表お邪魔いたします。嘘つけよ。いやでもね、僕、はいはい、ちっちゃい時じゃないや。なんか若い時から、あの、お世話になってる先輩なんですけれども、ただね、最近ちょっと会えてなかったんですよ。そうね、もう俺も YouTube しかほとんどコロナになって、もう、まあもともとその前から、うん、あの、仕事もなかったから、はい、久しぶりやもんね。なんでまあ、生粋の YouTuber ですよね、今も。まあまあ、そうですね、今は、はい。何も否定はできないですね。で、YouTuber って言ったら、まあ僕もある意味 YouTuber なんですけど、ハギちゃんさんですね、すごいのが、結構トップ YouTuber の方だったりとか、あとまあ有名 YouTuber の方々と一緒にコラボしたりとか、あとつながり作ったりとかっていうことで、これなんでできるかっていうと、めちゃくちゃ口がうまいんですよ。ちょっと詐欺師やん。その言い方やったらさ、やめてよ。いや、僕も引けを取らないですけどね。まあ、確かにそうね。なんかまあ、場がなんか成立するみたいなこと、成立屋みたいな感じで呼ばれることが多いかもしれない。だから MC で呼ばれること結構ありますもんね。あ、ちょこちょこある。ファンクラブミーティングとかそういうタレントさんのイベントとか MC 呼ばれたりする。だからこれがやっぱ YouTuber の人とだけのつながりじゃなくて、うん、元からやっぱ人とのつながりがすっごい多い方じゃないですか。まあ、だから東京出てきて、それこそ一番最初に可愛がってもらったのが GACKT さん。可愛がってもらった。そうそうそう。だから、大阪の時は銀シャリの橋本さん、東京は GACKT さん。なんで橋本さんとガクトさんなんですかね。やっぱしたら大阪の時はもう気にしないでしょ。東京来たらガクトさんが一番最初。でもハギちゃんさん言ってましたもんね、3月ぐらいに。言ってへんよ、ガクトやんねん。急にガクトすなよ、おい。やめてくれよ、急にガクト。すいません、なんか言ってた気がしたんで。俺が言っててもまだおかしいやろ。ガクトがやっぱり。やべ、いいや、ピー、ネット怖いぞ、ピー入れてよ、絶対。来ないから大丈夫です。意外にハギちゃんのファンはやっぱアンチが多いから。あ、そうなんですね。そう、住所特定されるから。あ、じゃあ、あの、ロケット花火とか持って。最悪、メントスコーラぶちまけられる可能性あんねんから。ラファエル、それこそ YouTube ラファエルさんの動画とか出るようになってから、すごいアンチ増えてるから。そうなんですね。やっぱ厳しいんですね。厳しい。だからもう、絶対ピーよ。そうですね。駅前です。いや、それもあかんねん。全部あかんわ、おい。ごめんなさい、ごめんなさい。芸人の悪いとこ。使います。いや、あかんよ。絶対、一回ちょうだい素材。一回送ります。一回送ります。完成品を。はい。びっくりするぐらい使ってると思う。そしたらすっごい俺が編集して送り返すわ。ありがとうございます。やった、編集をお願いしよう。やめとけ、俺。編集マンで使おうとしてる。いや、そんなね、やっぱりいろんな人とのつながりを作れる方なんで、はいはい、まあまあまあ。まあ、僕編っていうのはもう見てる人は承知だと思いますけど、うん、まあやっぱ人見知りですよ。ああ、まあ、そうか。人見知りだし、シャイだし、人間不信だし。多いな、うん。だし、まあ、だしで。最後、おだしみたいな、だし。基本的には僕の動画見てる人本当に言ってるんですけど、うん、人間が最悪最低の生物だって僕ずっと言ってるんで。お前大丈夫か。もうこれも何十回も言ってるんで、この僕のチャンネルで。はっ、根底概念もあるんで、やっぱりフレンドリーに人と接することができないんで、ほんと羨ましいんですよ。まあ、よく言われるな、なんでそんな感じなんですか、みたいな。でもだからこそ、うん、やっぱり、なんですかね、やっぱ人と繋がるとその分辛い思いしたりとか。まあまあまあ、しんどい思いしたりはするかな。あとやっぱ怖いというか、しんどかったり辛い、悲しいような話が入ってくると思うんですよ。うん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 、いろんな人と繋がる。そうね。なんで、今日はそんなハギちゃんさんが、いろんな人と繋がったことによって聞いた話だったり、自身が体験した話が聞けたらいいなと思ってます。ああ、全然そんなん、何でも。ちょっとまず一個聞いてもいいですか？何でも何でも大丈夫。お願いいたします。うん、まあ、二個しかほんまに怖い話持ってなくて。全然大丈夫です。全然大丈夫です。実体験のやつがある。ちょっと実体験お願いします。
まあ、大阪時代、大阪、まあ、今も芸人なんですけど、はい、大阪に住んでた時に、芸人ってやっぱ、まあ、夏とかになってきたりすると、まあ、芸人がバイトしてる喫茶店とかで集まってたりしたら、あんまなんとなくふざけ合った後に怖い話しようかみたいな。特に関西の人って結構好きですよね。好きやったりする。はい、で、その時もたまたま、喫茶店に集まって、その、同期がバイトしてる喫茶店集まって、怖い話しようっていう流れで、まあよく話題に上がった、ベタなやつで上がったんが、はい、まあ南波の千日前通りってすごい有名な大阪の、はいはいはい、そこってなんかほんまは怖い意味合いで、千日昔首を晒し物にして置いてたようなところだとか、処刑場やったらしい。へー、あ、本当にそうなの？確かそんな感じ。まあ、ググった人は多分出てくると思うんです。僕もその、はい、ざっくりとしか覚えてなくて、もしかしたら情報、ちょっと間違ってるところあると思うんですけど。はい。その時はそんな感じで、で、その千日前通りにある、まあ、お店名は言えないんですけど、ある、家電量販店があるんです。すごい有名なところがあるんですけど、そこが、エスカレーターが鏡張りやったりするのよ。うんうんうん、そうやって何でかって言ったらもう、えらい映るみたいな。これすごい有名や。有名ですね。行ったことあります。あ、行ったことある。はい。そこが、まあ、昔ね、火災が、ちょっとあって、はい6階、7階ぐらいの建物から上がっちゃって、こう、みんな上に逃げていって、はい、で、上から飛び降りちゃったりとか、そこでお亡くなりになったりみたいな。なんか、キャバレー街というか、そうそう、ね、そういうところやって、なんか換気とかもうまいこといかんかったから、そういう風になったみたいになって、今でも、その、タクシーの運転手さんとかは、待っていたら急にドンって音が鳴って、なんやろうと思って見たら、タクシーのこのボンネットのところとかに、人のこういう肩がついてたりするっていう、話とかをしてて、はい、その気さんで、ああ、やっぱそこってほんまに怖いんですね、うん、みたいな。で、2時、3時ぐらいかな。時間もちょっとあんま覚えてない。うろ覚えやねんけど、はい。で、お疲れ様でした、みたいな。まあ、大阪って全員自転車で移動することが多くて。まあ、結構チャリで全範囲行けますね。そう。で、俺もチャリでこう帰ってる時に、たまたま帰り道のところが、そこの家電量販店を、うん、怖い、通るってなって、はい、まあ、怖いやん。はいはいはい。でもまあ、普段は何も思わへんけど、その話聞いた時から怖いなって思いながら普通に越えてると、んカン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 って遠くの方で、踏切が閉まる。踏切じゃなくて、サイレン。消防車。おー、昔の消防車。カン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 っていうサイレンが鳴って、はいはいはい、と思ってカンカンすることなんなと思って、それが、うカン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 みたいな、うーんみたいなの聞こえて、どんどん大きくなってきて、消防車が普通に1台目の前に止まって、はい、リアルな。はい。で、うわ、火事かと思って。うん、そしたらその音がまだどんどんいっぱい来て、8台ぐらい集まってきて。はい。で、うわ、結構な火事ちゃうかと思って、うんうん。で、消防隊の人がバーって降りて、いろんなところ、その火事の前の近くとかバーって歩き回ってあって。で、まあ、帰ったらいいものの、やっぱこの芸人って、さっき怖い話とかした後やったりするから、なんかこう、なんかいろんなところでエピソードでもあったらいいなっていう悪い癖があるから、うんうんうん、自転車止めて、はい、まあ、どんな様子か見てったら、はい、どうやらぼやらしいと、うんうんうん。で、消防隊の人もまあ、ぼややったか、みたいな感じの雰囲気だって、まあ、よくないことだけど、仕事が終わった後っぽかったから、はい、ちょっとお話を聞きに行っちゃって。はい、はい。なんか興味ないじゃない、はい、どっか火事ですかみたいな、はい。もし火事だったとしたら、僕、道、通らない方が道とかあったら、うん、違う方から行くんで、みたいな。まあ、実際邪魔になってもあかんし、はい。そしたら、ああ、まあ、火事とかじゃなくて、まあ、ぼや騒ぎというか、通報あったんで、うん、119か。はい。消防車のあれがあったんで来たんですけど、まあ、どうやらぼやなんで、多分全然そんな気にしなくていいですよ。はい。で、あ、そうなんですね。って言ったら、横の消防隊員とか、みたいな。あんまり納得いってへんかと。あ、なんかあったのかなと。え、どうしたんですかね。いや、まぁ、ちょっと気持ち悪いとか、なんか、不思議なんですよね。でもこれ、みたいな。ってうん、まぁ、聞いてみたら、何が不思議って言ったら、その、119が、かかってきたところが、はい、家電量販店のところがど真ん中で、GPS みたいなところでかかってきたと。ほう、そこから1時9のやつが来たけど、はい、もうその時間2時3時がやってないんですよ。そうですね。だから、そこの火災です、火事です、助けてくださいっていう電話が、誰からかかってきてんねんっていう。だからもしかしたら、そのキャバレー街とかの時の火事になった人が、助けてっていうのが未だに消防車に来ちゃったんじゃないかなっていう。怖いし、切ないなぁ。結構なんかそれ、もうガチで体験しちゃって。はい。うわっ！ってなって。まあ、もちろんね、そういうとこだって分かってるから119番にいたずらした人とかがいた可能性もありますけど、そうでもわざわざそんなことする人ってめったにいないから、まあ、助けてくれが届いた可能性も結構ありますよね。だから、あたりを、だからその8台ぐらい来たから、すごい20人ぐらいで消防、はい、結構なその商店街みたいなところやから、はい、火事になるといけないからバーって探したけど、もうほんと一っ子一人なくて、その時間で。だから気持ち悪いな、みたいになって。
うわ、気持ち悪いし、切ないなぁ。なんかね。そうか。だから、たまにあるその、例の電波的な門となんかが繋がっちゃう時があるんかなっていう。なんか、僕は自分が死んだわけじゃないんで、成仏の概念とかよくわかってないんですけど、うん、なんとなく苦しんで亡くなってももう安らかに行ってほしいじゃないですか、うんうんうん。なんですけど、それ繰り返してるっていうのが一番しんどいですからね。ずっとその状況ってことやもんね。ですよね。に囚われてるってことなんで。いや、それはちょっと怖いし悲しいですね。なんかね、どうしようもないというか、やるせないかな。本当に、ありがとうございます。いい話を。いいえ、そんな。ちょっと、じゃあもう一個一番怖かったやつを。聞いた話でよろしくお願いします。いい。ちょっと実体験は欲しくて、はい、途中から上に上げてこうやって小走りした瞬間にそのままパンパンパン。怖い話。